はい、こんにちは、グランピーの池田です。オールシティの、スペースフォースディスクがですねようやく完成いたしましたので、そちらをですねご紹介します。で、今回の動画です。別のキャンペーン、フレームバックのキャンペーンと、スペースフォースのキャンペーンと自転車買っていただいた方にですね、鍵のプレゼントというのもですね合わせてご紹介します。早速ですね完成車組み上げました。こういう形になってます。でそのままだとですねちょっとイメージしづらいかなと思ったので、夏ちょっとキャンプに行ってみようか、ロングツーリングに行ってみようかという方に向けてこういうセットアップで、ちょっとやってみました。で、ペイントしたのは艶消しのこうグレーなんですけども、実はここにオールシティとですねうっすらと、ロゴが入っております。こんな感じですね、オールシティの有害に、入っております。でこれを今店頭に展示しております。で問題のスタンドですね、スタンドどうなったかと言いますと、前回フレームだけでご紹介してたんですけども、組み上げてスタンドを早速つけてみました。こういう感じですね。このよいしょ、中央部にスタンド台座をつけまして、でセンタースタンド、ダブルレッグスタンドというスタンドですね、車体がこう垂直に直立するというスタンドを装着しています。で、実際にこうよいしょ上げてみても特に問題なく、クランクも干渉することなく、本当に通常通りと、ご使用いただくことができるというものになります。はい。でですね、このオールシティのスペースフォースディスク、キャンペーン8月末までなんですが、ペイント料金と、こういうスタンド台座ですね、通常はこのセンタースタンドつかないんですけども、スタンド台座の、取り付けをサービスさせていただきます。これが、据え置き価格で21万円の完成車の価格で両方ですね、ペイントとスタンドができちゃうよというものになります。で、もう一つですね、別のキャンペーンを今オンラインショップの方で実施してまして、それがフレームバック類、今回はフェアウェザーのエクスパックコヨーテカラーを、今装着してみてるんですけども、2点以上お買い上げの場合は 10% オフになりますというキャンペーンをやっております。でこれは、サドルバックとフレームバックでもいいですし、ハンドルバックとサドルバックでも OK です。でメーカーが違っても OK です。例えばサドルバックと、サドルバックはフェアウェザーで、ハンドルバックはアピデュラ、もしくはフレームバックがリストラップで、ハンドルバックがレベレートデザインとかでもですね、全然 10% オフの対象になりますので、そちらも合わせてですねご利用いただければと思います。で今、これも8月末までなんですけども、自転車を買っていただいた場合これがついてくると、アブスのボルドーライトという鍵ですね、これが、ついてきます。なんでこれいろんなところにこうボトルゲージにですね装着できるので、こういうところにこうつけてサイクリングに行ってると。で、もしこの鍵を使っててですね盗難に遭われたという場合は、5万円の盗難見舞い金というのも実はこうサービスとしてついていますので、ぜひですねそちらもご利用いただければと思います。なので、何が結局言いたいかというと、今からですねこういう仕様ですねで自転車を始めるにはですね、8月が非常にチャンスでございます。例えばオールシティのスペースフォースディスクで、スタンド台座をつけて、さらにキャンプセットを揃えたいという人は、バッグもちょっとキャンペーンでお得になって、なおかつ自転車を買うと鍵がついてくるというですね、非常にお得な月になってますので、ぜひご利用いただければと思います。はい。でそう、このスペースフォースディスクをですね、購入していただいた方に、動画の後半になるんですけども、一緒に
買っていただくといいんじゃないかなというアイテムがございます。それをここからですね、ご紹介いたします。まず1個目ですね、夏暑い季節になってくるとボトルが必要になってくると思います。水をこう飲んだりお茶を飲んだりすると思いますので、でそのボトルゲージですね、でちょっとこの車体におすすめなものがあります。それがこのキングケージのドロッパーケージと言われるものです。何がおすすめかというと、こういう仕様で乗ってる場合ですね、フレームバックがここにつくので、通常のボトルゲージですとボトルがまあここにこうつくわけなんですけども、こう接触してしまうと当たってしまうというものなので、通常のボトルゲージよりもちょっと下に下がったタイプがこのドロッパーゲージになります。これでしたら装着してもまあ問題なく綺麗にこの下のスペース部分に収まりますよというものになります。なので夏秋はおそらく飲み物を自転車で走るときは運搬することになると思いますので、このボトルゲージが、まあ、一緒に自転車始めるときにはいいかなと思います。これが1点目で、2点目ですね、スペースホースディスクにセンタースタンドの台座がつくという、キャンペーンやってるので、センタースタンドをつけたらいいんじゃないかなと。まあそのままですけどね、今ついてるのが黒色で、こっちがシルバー色、それぞれ2800円で、どちらの色でも装着できます。なのでまあこれも一緒に、選んでいただければな。先ほど のボトルゲージはちなみにこれも2800円です。だいたいまあ3000円でより便利になりますよというものですね。で、これが2点目で、もう1点がこれです。以前ですね、動画で組み立ての動画をハウトゥー動画ですね、撮影した時に非常に人気だったこのグラナイトのロックンロールツールというのがございます。これは何なのかというと、今から自転車を始めていくとですね、ハンドルのこう姿勢ポジションをちょっと変えたり、サドルをちょっと上げたり下げたりすることが出てくると思います。でその時に非常に役に立ってくる最低限の携帯工具になります。これ中をちょっと開けてみましょう。こういうラチェットがですね、ついてまして、これに、ビットですね。これをこう装着していくと。ガチャーンとですね。よいしょ。で、これでこう、ネジを締めたりして、各部分ですね。まあ、ボトルゲージをこうご自身で付けられたり、サドルの高さをですね、こうやって変えたりとかするときに非常に使いやすいのがこれになります。で、自転車を最初メンテナンスする際の、本当に最低限の工具がですね、実はこれ揃ってますので、非常に1個今から持ちたいという方にはおすすめな、一品となっております。よいしょ。はい、これですね、グラナイトのロックンロールツールと。これが、3245円、まあ、ちょっと中途半端な数字ではあるんですけど、これがおすすめです。はい、ざっくりこんな感じですね。なので、今からこう自転車を始めようという方は、先ほどのその3点ですね、合わせてまあ大体プラス1万円ぐらいで、最初にこう必要な、装備品も全部揃っちゃいますよというご案内です。スペースホースディスク、まあ、今回8月末までとなっているんですけども、今からこう乗り始めようかなという方には非常におすすめになってます。で、完成車ペイントしてスタンド台座つけて、なんですけども、納期がだいたい3週間ぐらいですね、2週間から3週間ぐらいで、ご用意できますので、この真夏の時にですね、オーダーいただければ、まあ、秋涼しくなってきてからもう全力で最初からこう乗り始めができますので、ぜひぜひ乗ってみてください。はい、ということで今回はオールシティのキャンペーンの、お知らせ、フレームバックキャンペーンの、まあ、キャンペーン総まとめの、ご案内と、あと、もしスペースホースディスクをお購入の際は最初に揃えた方がいいアイテムですね、こちらのご紹介でした。それでは、この辺りで終わります。どうもありがとうございました。